おざす。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。久しぶりですね。お久しぶりですね。本当に動画久しぶりですね。そうですよね。最近忙しいですもんね。そうですね。ちょっと落ち着いたんで、うん、はい、また動画ちょいちょい出てくると思うんで。今回なんですけど、足場の職人って男しかやってないと思ってるんですけど、そうですね。結構女の職人さんとかもおるんですよ。はい、あ、ほんまですか？はい。はい。で今回は、はい、ちょっとリリーちゃんに足場の体験してもらおうかなと思いまして。はい。まあ一応ちょっと体力にはちょっと自信があるんで。はい。はい、大丈夫ですか、はい、ちょっと頑張ります。結構重いですからね、はい、一応パッと見てもらったら分かるんですけど、はい、一応そのために足を組んでおきましたんで、はい、これをバラしていってほしいです。おー、わかりました。組むのって難しいんですよ。最初まあ初級編だったらバラしの方からちょっと始めてもらおうかなと思って、はい、でまあゆくゆくはね、はい、免許持ってるじゃないですか。免許、はい、車免許持ってるじゃないですか。あ、持ってますね、はい、ゆくゆくはもうこれで はい、慣れてきたら、はい、ぜひあのちょっと足場の方にね。マジですか、足場なんですか。あのベトナムの実習生2人連れてトラック乗ってこうやって行ってもらって。現場の頭ですか。現場の頭、マジですか。まあ安全第一なんで、なんで僕がいつも使ってるものはハーネスですかね、貸しますんで、はい、はい、大丈夫ですか、はめれますちゃんと。あ、多分はめれる。結構重いっすよこれ。重っ。え、これどこがこんなに重たいんですか。これも、これも重いっす、これ。あ、これ、これ重いですね、これ。何キロぐらいあるんですかね。2キロぐらい。いや、もっとある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 。マジっすか。これはちょっとで、それを真ん中につけて、ここですよね、そうです。はい、ここにカチャってつけて、で、この胸のところですね、はい、胸のところの緑のやつとこれですか。これをカチャってつけて、はい、で、そうすると開かなくなるんで、で、あとは足ですね。そこの、これですか。それです。それと、はい、そこをここですか。カチャってみて、はい、で、反対側も同じ、はい、まず、それ右側がハンマーなんですよ。で、まずそれ取れます。これですか。はい、これは、どうやって片手で取るんですよ。片手でどうやって取るんですか。取れないですか。片手で取るときは、右にやって、はい、反対の方がいいか。こっちにやって、はい、押すと取れるんです。おー、これ、むずっ。 あー、OK ですか。これをパッパってやりはるんですね。これパッパってやるんですよ。すごいですね、なかなかコツいります、これ。あと、これこれですね、はい、ラインヤード。あ、これ、これですか。はい、ラインヤード、はい、取るんですよ、はい、こっちを押して、はい、こっちを押す。上に親指が張ってあるんで、あ、はい、上に上がったらそこに安全帯かけてもらって、はい、でそこからバラシ。あ、じゃあ、行ってみたいと思います。行ってみたいと思います。お願いします。お願いします。お願いします。あ、で、そこからも多分作った方がいいと思う。はい、左側のラインヤード、そう、それをそのロープに、はい、そうするとずっと歩けるんで。あ、いいっすね、慣れてますね、はい、足を歩くの。そうですね、一応現場管理やってたんで、はい、こう見えて。そうですね。はい、ちょっと右側の方からずっとこうやってバラしてきました。はい、あ、これってことですか。はい、まあそれを取るんですよ。わ、はい、かりました。これはどう取れば。お、手慣れたもんっすね、パシャーンって。どう取ればいいですか。これは両方叩くんですよね。両方、はい、あまり思いっきりパンって叩くと自分に跳ね返ってくるかもしれないもん。やばー、マジか。はい、え、ちょっと緩く、いいですよ、緩く叩いていいですよ。はい、え、もっとす、もっとす、もっともっとす、もっとす、もっとす。もう一番振って叩かなかったです、一番振って。あー、取れた、取れた。で、もう反対を叩いて、そうそうそう、抜けますか。あ、もうちょい、もうちょい、もうちょい、はい、もうちょいですね。あ、手危ないですよ、手は。あ、オッケー、右側取れたんで、あと左ですね。こっちは取れた。はい。で、そしたら真ん中ですかね。真ん中。真ん中を叩きながら、持ちながら叩いて。あ、そう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 。やっとりましたね。多分僕も多分今10本ぐらい取れてるんですよ。全然そうですね。投げていいですよ。投げていいですか。はい、いいですよ。怖っ。うい。おー、すごい。次はこれで、あ、こっちもです、こっちもです。あ、これですか。右から順番に、あ、そんな600の鉄量をバラして。手気をつけてくださいよ。はい。もうそれで OK ですね。これ、外れたか外れてないかがよく分かんないです。あー、でも確かに最初の方は分からんですね。もう感覚で分かってくる感じですか。多いですね。はいよ。はい。うい。で、次そこの手すりですね。あ、これですか。はい、手すりは、片方叩いて、完璧に駒から外すんですよね。あー、そうですか。はい。はい、あー、でも OK です。抜けるっすよ。で、力で、手の力で、キュッて。キュッて。そうそうそう。で、抜けるじゃないですか。完璧、外せばいいですか。そう、完璧に外して。そうそうそう。で、反対側をこうやって手を押さえて。はい。こうやって手ひらにして、グーにすると叩いちゃうんで。はい。根元を持って、手ひらで。はい。で、そのまま叩く。あ、OK、その抜けたっすよ。あ、で、危ないです、危ないです。危ないです。はいよ。
そう、そういう手すりはそうやって外していくって、はい、で、それ1800の柱なんですけど、あ、これですか。はい、これも抜けるんですよ。あ、抜けますか、それ。はい、はい、これ抜けます。ああ、ここで、はい、気をつけてくださいよ。やば、これ、怖っ。大丈夫ですか。はい、オッケー、いけます。全然そうですね、重い、重いですか。なんか場所が、柱は場所が低かったんで、まだ、はい、こっからだったら持ち上げれました。あ、この辺とかにあったら絶対無理です。あ、その辺は多分絶対無理だと思う。次はそこの外して、また柱抜いてっていう。はい、そうそう、あ、OK ですね、抜けた。取って、 OK です。で、そっちも叩いて、はい、まあ、さっきの手のひらみたいに、あ、握ったらダメですよ。握ったら自分の手パーンと叩いちゃうので、あ、はい、その、全然そこで押さえるかって言ったら、そのまま普通に叩いたら、はい、抜けてポーンと落ちちゃうじゃないですか。あー、はい、落とさないために押さえて叩いて、抜けきらないように。そうそうそう、抜けきらないように。あ、 OK ですね、 OK、 はい、で、ハンマーをしまってから両手取った方がいいです。はい、そうそうそう、OK。はい、で、その柱抜いちゃうと俺つながってなっちゃうもんで、それ最後抜きますよ。あ、わかりました。もう慣れてきましたね。先生、ちょっと慣れてきましたね。で、もうちょっと慣れてくると、はい、全部叩いてから抜いていくんですよ。全部叩いてから抜くんですよ。はい、手すりを。で、これ、そしたらこれでこう抜けるじゃないですか。で、ハンマーを置いて、はい、こう渡したとして、はい、で、これも取るんで、そのまま渡してって。あ、叩く側もハンマー叩くときは叩く、はい、抜くときは抜くで、あ、ハンマー片付けたりとか、そうそう、叩くときは叩いて、はい、抜くときは抜くで統一していくと、はい、ハンマーを取る回数が減るじゃないですか、はい、その分時間も時間ですよ、ね、そうそう、短縮できるんで、叩くときは叩くに一気に全部バーッと叩いて、はい、抜くときは一気にバーッて抜いてた方のが、はい、その分ハンマーの出し入れなくなるんで、あー、なるほど、その分速くなるんですよ。あ、これがバクソルの神髄や。すごいですね、時短テクニック。これが神髄や。時短テクニック時短テクニックですね。はい、次は ここでいいですか。そうです、なんでその今やったみたいにやってみましょうか。はい、はい、で、あ、そっちを確実に抜いて、あ、はい、そっちを叩いて、はい、あ、 OK です、 OK です。で、そのままほかっといて、上の次6点叩いて、はい、手気をつけてください。で、それをここに引っ掛けて横に、この辺で、あ、そうそうそう、あ、はい、で、引っ掛けておくと、あ、まあ、抜くときに抜けるね。片付けるときにすぐに取れる。で、まだ次反対側行って、で、これで、それも抜いて、はい、ある時間もこれ行って戻って行って戻ってだと、はい、もったいないんで、はい、で、そっち叩いて、はい、オッケー、オッケー、オッケー、はい、オッケー、で、抜けたら、それで全部僕にハンマーを、ハンマー片付けて、ハンマー片付けて、あとはもう全部抜いて僕に渡してもらいたい。はい、いいじゃん、はい、よ、はい、はい、そういうことです、オッケー、はい、はい、はい、よ、はい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 、よ。で、そしたら次はこの柱を抜いていったら、そのまま階段で降りていけるんですよね。はい、ああ、そういうことですね。あ、端っこから取ってって、そうそう、で、抜いていったらいい。はい、気をつけてくださいよ。はい、落ちたら僕は車線置かれたから落ちんけど、気をつけます。安全対策受けてるんで、はい、よ、はい、よ、はい、はい、さ、はい、よ。で、そのまま下に降りて安全帯外して、はい、で、次はこっちですね。で、まずはアンチめくりからです。はい、痛めくりして、これですか、これを、そうです、はい、これめくるのはもうちょい一回手本見せます。はい、お願いします。爪をこう取って、はい、この爪を取って、はい、まあ、僕らの場合はこう来て、はい、こうやって取るんですよ。はい、あとは、はい、こう爪をこう、例えばこうロックがあるんで、はい、こうやって上げといて、
こっちも上げといたら真ん中っすね、真ん中をグイッて持つ、待って外せこのロックあるんだ、あー、なんかプランツ抜きます、ね、そうそう、で、そこカチッて入れたら止まるんで、はい、はい、ただあんまり揺らしすぎるとガチャンってまた落ちてくるんで、あ、そうなんですか、そうです、で、このロックをこうやってやって、はい、引っ掛けた状態にし しとくと、はい、今フリーなんで今、あー、そういうことですね、両手でシュッてこうやってたら取れるんですこれめっちゃ重いですよ、はい、一応14キロぐらいです、14キロぐらいできますかね、1枚14キロぐらいです、マジですか、はい、それを取って取って、で、片手でこうやって押さえて、はい、そうです、で、また左手で次まで持ってって、で、そこから手伸ばして、手伸ばして、ちょうど真ん中、真ん中持たんと天秤食らうんで、ああ、で、真ん中ここら辺、あ、そうそうそう、あ、もっとこの辺ですか、そう、それぐらいです、また引っかかっちゃった、はい、いいですか、この辺を持っといて、これを真ん中で支えて、ピッてやって、はい、そっちめくってひねるんですよね、ひねる、はい、どうですか、で、で大丈夫両手距離の方がいいかもしれないですね、はい、一回どれくらいの重さか、どれくらいの、こっち外していいですよ、これやばいですよ、外していただきますか、はい、で、ひょいっていい、ここですよね、ここまでもいいですよね、はい、ひょいもっと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 上げない感じで、ひょい、どうですか、持てない、いや、めっちゃ重いですよ、これで、これで、ね、どうやって渡せばいいですか、で、そのままこうやってこうシューって、あー、そうそう、大丈夫ですかあ、いや、すんごい重いです、これで、そっちも、そうっす、で、ロックするじゃん、はい、で、反対側行って、で、真ん中でひょいっと、で、ひょい、ひょいっと、ひょいっと、あー、はい、はい、これひょいまではまあいいんですけど、渡すのに、はい、渡すのにちょっと、渡すのに重いですか、渡すのに重いです、ひょいまではなんとかいけます、はい、で、次にそっち行って、あー、いいですね、あー、ありがとうございます、ちょっと待って、これ本当に、はい、無限ループですよ、ずっと、はい、あの、あれですよね、傾かないようにしないと、傾かないようにすぐに使っちゃいますね、まあ、今回ちょっと足場の解体だったんですけど、どうですか、簡単ですか、いや、簡単じゃないですよ、なんか、はい、重たいです、本当に、だから、それが一番きついなって私は思いますね、一個一個の部材が重たいです、でも特にアンチの、はい、これが、結構未知、キュッとかやってるけど、そうですね、めっちゃ重いですよ、あれ多分背高くないとなかなか余計しんどいやろうなと思います、そうです、ということでね、今日はあの解体、はい、解体してもらいまして、はい、まあ、今度はこういうなんか徐々にこう、はい、なんていうの、まあ、じゃあ次組み立てとか、あ、まあ、そういうのがなんか出していけたらいいかなと思って、はい、そうですね、目指せ現場ですね、そうです、目指せ現場、目指せ現場結構なんか僕なんかインスタとかで中学生とかから、はい、いや高校になったら高校で中学校卒業したら、はいはい、それ現場飛び足場やろうと思ってるんですよ、はい、じゃあ足場であの腰道具見してくださいと か, なんか結構あるんで、はい、まあ、そのまあ中学生のうち勉強じゃないけど、はい、まあ、触り程度になんかある程度知識知っておくと、そうですね、なんか現場行った時に、うん、あれでもなんかミッチー君こうやって言っとったしなみたいな、はいはい、なんかまあ頭の中の片隅に置いといてもらえたら、はい、そうですね、うん、なんかいいかなと思って、まあ、先生、私のまあ初心者の意見とかもぜひ聞いてもらえたら、そう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 、参考っていうかしてもらえたら嬉しいですね、そうそうそう、まあそんな感じですかね、はい、今回の動画そんな感じですね、はい、じゃあチャンネル登録といいね、はい、よろしくお願いします、あのコメントも絶対入れてくださいね、そうですね、私めっちゃ頑張ったんでコメント、そうそうお願いします、また見てね、また見てね。